はい、こんにちは。デイリースペースのケンモロです。このチャンネルでは宇宙産業に関連したビジネスや技術のニュースについて毎日発信しています。一日の初めにラジオ感覚で宇宙のニュースについてキャッチアップしていただけたら幸いです。本日2024年3月18日月曜日のニュースについて早速見ていきましょう。本日のヘッドラインはこちらです。ペルグリンが地球に帰還しミッションは失敗したものの意味のある結果を持って帰ってきたというニュース。そして日本人2人が月面着陸へ、アルテミス計画で2028年以降の想定、日米政府が合意方針。最後にスターリンクの直近の打ち上げのアップデートであったり打ち上げ予定というのについてお話したいと思います。まずはじめのニュース、ペレグリンのペイロードが帰還しました。ペレグリンというのはバルカンロケットというユナイテッドローンチアライアンスが手掛ける開発する大型ロケットによって打ち上げられた月への着陸船のことです。このユナイテッドローンチアライアンスというのはロッキードマーティン社とボーイング社の合弁事業であり、2006年の12月に合弁会社として設立されました。その後バルカンロケットというのを従来のアタラス5などの後継機として作っており、2024年の1月8日にバルコン VC2S というのが初めて打ち上げられました。ここに乗っていたのが、アストロボティクスの月の着陸船のペレグリンというのものを打ち上げました。ペレグリンは想定では、1月の後半ぐらいに月に着陸する予定で、NASA が観測機器などのペイロードの月への輸送を民間に有償で委託する商業月面輸送サービスというコマーシャルルーナーペイロードサービス CLPS のペイロードを搭載していました。その他にもいろいろな有名人の DNA であったり、アメリカの元大統領の遺骨なども同じくペイロードとして積んで、このバルカンは出発しました。その様子を少しだけご覧ください。T-10 9 8 7 6 5 4 3 We have ignition and liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocketLaunching a new era in spaceflight to the moon and beyond. Two good SRBs, hitting peak pressure on the SRBs. このように、バルカンロケットはかなり大型の機体でして、全長は 61.6 メートルあり、低軌道に 27.2 トンの投入軌道投入能力があります。これはファルコン9の独占の市場と言われているのを崩す候補になるのではないかと言われておりまして、ファルコン9を見てみると低軌道に約10トンからファルコンのフルスラストだと22トン、だいたい同じぐらいの軌道投入能力があるという感じです。全長に関してもフルスラストが70メートルであることを考えるとファルコン9とほぼ同じ大きさと言ってもいいでしょう。ちなみにロケットラボが全米2位の打ち上げ機能を持っている民間企業だと言われていますが、ロケットラボは、小型のロケットをよく今飛ばしていて、中型ロケットはまだ開発中なのですが、その小型ロケットのエレクトロンは低軌道に対して 0.3 トン、300kg の投入能力しかないですし、全長は18メートルと、かなり小型になっています。ですので、このバルカンというのはやはりスペース X の市場支配を崩せるかというところに注目が集まっています。ただし今回のミッションとしては月に着陸することは失敗し、地球にペイロードは戻ってくることになりました。ですがその際にもいろいろな月に到達できなかったもののいろいろなミッションをこなして、意味のあるデータが取れたということを前向きに表現しているのがこの今回の記事になります。概要欄にリンク貼っておきますので、詳細が知りたい方はぜひご覧ください。というわけで次のニュースに行きたいと思います。日本人2人が月面着陸へ、アルテミス計画で28年2028年以降の想定、
日米政府が合意の方針ということで、日米両政府は米国が主導する有人月探査アルテミス計画で日本人の宇宙飛行士2人を月面着陸することで合意する方針を固めました。もちろん日本人の月面着陸は初めてで、実施期間は実施時期は2028年以降というのが想定されています。日本が開発する月面探査車を 10年間運用することでも合意するというふうにしています。この時に、アルテミス計画については昨日先日のデイリースペースでもお伝えしましたが、将来的に人間をまた月に送り込むというミッションのもと NASA が主導して行っています。2025年の9月に、有人での月の周回軌道の飛行というのを、予定しています。その後に、アルテミス3で26年には米国人の、飛行士、4人を月面に着陸というのを目指しています。その後にアルテミス4かアルテミス5になると思いますが、28年後に定期的に飛行士を月面に送り、ルナゲートウェイという月面のステーションを作るというのも一つのミッションとしてアルテミス計画の重要な部分となっていますが、この時に日本人を着陸させてトヨタ自動車を中心に開発している月面探査車ルナクルーザーを運用するスケジュールが想定されているということです。非常にこれ面白い、日本人が月に降り立つというのはすごいことなので、このニュースについても今後アルテミス計画について着目していきたいと思います。というわけで、最後のニュースですが、スペース X のローンチカレンダー、打ち上げの予定ですね、直近の予定について、少しだけお話しておきます。本日、3月18日の、午後7時20分、UTC では3月19日の2時20分なので、これに、9時間後、日本時間では明日3月19日の11時20分に、スターリンク G7、G716 という、衛星を、ファルコン9が打ち上げる予定です。で、打ち上げの場所ですが、このバンデンバーグ、スペースフォースベースというところですねから打ち上げられる予定です。その後に3月の21日木曜日、UTC だと20時55分、日本時間だと3月の22日の、午前5時55分にファルコン9とドラゴンが CRS、貨物のミッション、 ISS に貨物を運ぶミッションとしてドラゴン宇宙船を打ち上げる予定です。これは、ケープカナベラルスペースフォースステーションから打ち上げが行われます。その後こちらスターリンクの G642 をファルコン9打ち上げますが、この予定は、3月22日の、UTC、金曜日 UTC の23時55分、日本時間だと3月23日土曜日の、8時55分に打ち上げが予定されています。というわけで、今週もスペース X は3つほど打ち上げを行う予定で、2つはスターリンクの打ち上げで、1つはドラゴン宇宙船の ISS に物資を運ぶミッションということで、こちらも時間がある方はぜひ、打ち上げの配信など見てはいかがでしょうか。というわけで、本日のデイリースペースは以上です。このようにデイリースペースでは毎日宇宙産業に関連したビジネスや技術について発信していますので、ぜひ視聴していただけたら幸いです。チャンネル登録や高評価、コメントなどもお待ちしております。というわけで、明日またお会いしましょう。ケンマロでした。バイバイ。